航空特殊勤務中隊の隊員航空特殊勤務中隊は中華民国陸軍の特殊部隊。陸軍航空特戦式ブレーカーの対テロ特殊部隊であり、台湾中部にて反テロリズム、反破壊活動の治安維持任務にあたる。隊員は落下山での降下能力や長時間での潜水能力、寒冷地など過酷な環境での作戦能力、長距離の狙撃能力を持ち、 陸海空における、抗戦能力を持つ。通称、量産特勤隊、自強中隊。スローガンは、両山住所一軍機、なぜ量産特勤隊。1980年、中華民国空港特戦部隊の低層中隊と、特勤連戦流杯が、特殊勤務中隊となり、独立した対テロ任務部隊となった。1984年に始まった黒社会。 総統作戦、一斉戦案の後、1986年に対等の岩湾監獄にて暴動が発生し、中華民国国防部は憲兵特勤隊、陸戦特勤隊と共に暴動鎮圧に当たらせた。また、このことによって部隊の存在が明らかになり、1991年に正式に航空特殊勤務中隊となった。 2009年の88水害の際には36人の特勤隊隊員が被災地の一つである小林里で救援活動を行った。インターネット上で航空特殊勤務中隊の隊員が紫外線装備に黒い仮面を顔に被った姿で式典に出た姿が話題となった。この仮面はケブラー製の防弾マスクであると見られており同タイプのマスクはない規格において クラス2の防弾性能を有している。また、ボリビアの特殊部隊もこれと同じタイプと思われる仮面を着用して式典に登場した姿が知られている。ありがとうございます。